オリバー・サイクスは、イギリスのミュージシャン、ファッションデザイナーである。ロックバンドブリング・ミー・ザ・ホライズンのボーカリストであり、イギリスに本店を構えるファッションブランド、ドロップ・デッド・クロージングの設立者でもある。本国有形のみならず、US や世界中において、エモファッション界のカリスマとしても知られている。幼い頃、彼は、両親のアンとキャロル・サイクスと一緒に、オーストラリアに移り、 約6年間アデレードとバースの間を行き来しました。サイクスが8歳の頃にイギリスに戻り、サウスヨークシャー州シェフィールドのストックスブリッジに定住した。10代の頃、彼はストックスブリッジ高校からバーンズリー大学に通った。2004年、ブリング・ミー・ザ・ホライズンを結成。初期の頃は主にデスメタルや デスコア等で使用されるようなフライスクリームや、グロール等のスクリームを多用していたが、サードアルバムの The Eyes, A Hell や、ホースアルバムのセンピターナルあたりから、主にメタルコアや、ポストハードコア等にて使用されるようなミドルレンジのスクリームへと変化し、2015年に発売された、ザッツザスピリットでは、オルタナティブロックや、エレクトロロック、エモ等の音楽性に変化し、 スクリームを使用することがほとんどなくなったため、あまりの変化に賛否両論が分かれている。このことについて、彼やバンドは、本来ザ・デリンジャー・エスケープ・プラン等のような音楽がしたかったが、技術的な面で断念したため、現在のような音楽性に慣れて満足していると語っている。元妻・ハナーに入れてもらったタトゥーを消すために黒く塗りつぶしている。ありがとうございます。